サウゼ・ドゥルクスはイタリア共和国ピエモンテ州トリノ県にある人口約1100人の基礎自治体。歴史ある山岳リゾート地でセストリエーレなどと共にビアラッテアと呼ばれるスキーエリアに含まれる。2006年トリノオリンピックではフリースタイルスキー競技の会場となった。ファシスト政権下のイタリア化政策により1928年から1947年に かけて、サリーチェドゥルツヨと呼ばれた。サウゼを、ソリーズと解釈したものであるが、語源学的には誤りである。トリノ県南西部のコムーネで、バルディスーザに位置する。サウゼドゥルクスの集落は、スーザの南西約1 9トル、県と州とトリノの西約6 5トル、グルノーブルの東約8 8トルにある。サウゼドゥルクスの集落は、ウルクスの集落の南東。 約2キロメートルに所在する。コムーネとしてのサウゼル・ドゥルクスは南東側を除いてウルクスに3方を囲まれている。隣接コムーネ隣接するコムーネ及びそれに相当する行政区画は以下の通り。ローマ時代以前のこの地にはケルト人の集落があったことが考古学的な調査によりわかっている。中世にはノバレーザの修道院領となり、ついで ウルクスの聖職者の所領となった。1000年にはドーヒネの一部に組み込まれ、1343年からはエスカルトン共和国の一部となった。1713年のユトレヒト条約により、フランスはこの地をサボイア家に割上した。オーストリア継承戦争中の1747年には、フランスとサルデーニャ王国との間に起こったアッシエッタの戦いの戦場となった。 19世紀の初め以降、サウゼドゥルクスはトリノの貴族たちの冬のリゾートとなった。ファシスト政権下のイタリア化政策により、1928年に地名がサリーチェドゥルツヨと改められた。第二次世界大戦後に自治体となり、地名も元に戻された。2006年トリノオリンピックではフリースタイルスキー競技の会場となった。サウゼドゥルクスには以下の分離集落がある。 印を付したものは、翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。